いいお天気。ペッパとジョージが自転車に乗っています。立派なカボチャね、ダディピッグ。ダディピッグは鼻高々です。カボチャだけはうまく育てられる。パンプキンパイが大好きだからかな。ジョージ早く、ダニー、スージー、レベッカ。ペッパの友達、犬のダニー、羊のスージー、ウサギのレベッカも自転車に乗っています。ようやくジョージが追いつきました。ジョージは漕ぐのが遅いの。あのカボチャのところまで競争しよう。競争してもいいけど、ダディのカボチャにぶつからないように気をつけてね。カボチャが潰れたらダディが悲しむから。大丈夫だよペッパ、競争だ。ダディピッグのカボチャまで競争スタートです。おい、カボチャに気をつけて。やったね。ペッパ危ない、カボチャにぶつかるわ。ごめんなさい。ねえ見て、ジョージがやってきたよ。ジョージの自転車は赤ちゃん用だもんね。ペッパの自転車だってそうだろ、まだ補助輪がついてるじゃないか。私はもう補助輪いらないの。ねえ、私もよ。僕も。丘の上へ戻ろう。ペッパも一緒に来る？うん、私はここにいる。ねえ、じゃあまたね。じゃあね。ペッパは補助輪がなければいいのにと思いました。ダディ、私も補助輪はいらないよ。なくてもちゃんと乗れるかい？乗れる。わかったよ。じゃあ早速外そう。ダディピッグはペッパの自転車から補助輪を外しました。ペッパ、本当に補助輪がなくて大丈夫？平気。外して乗ったことないのに。平気だってば、きっと乗れるよ。わあ。面白くないでしょ。補助輪なしで乗るのは簡単ではありません。手伝ってあげようか。うん、お願いダディ。よし、位置について、よーい、ドーン。手を離さないでね。大丈夫、離さないよ。いいわよペッパ、その調子。押さえててね。そのまま漕いで。ペッパは補助輪なしで自転車に乗れています。ダディったら手を離したのね。さっきからずっと一人で乗ってたんだぞ。本当に？とっても上手に乗れてたわよ。そうなの？うわ、ちゃんと乗れてる。ねえ見て、すごい、補助輪なしで自転車に乗れてる。ダニー、スージー、レベッカ、見て、補助輪なしでも乗れるようになったよ。ほらね、やったね。あのカボチャまで競争よ。わーい。ペッパ、カボチャにぶつかるなよ。私の勝ちだね。ペッパは前を見ていません。わー、おやおや、ペッパはダディピッグのカボチャを割ってしまいました。カボチャを割っちゃってごめんなさいダディ。カボチャのことより、ペッパが怪我しなくてよかったよ。今度からはちゃんと前を見て乗るんだぞ。はいダディ、約束します。よし、さてと、見事に割れたことだし、これでパンプキンパイを作ろう。パンプキンパイ大好き。ダディピッグのカボチャはこんなに大きいからたくさん作れるわ。みんなで食べましょう。やったいとこのクロエ。ペッパとジョージが庭で遊んでいます。ボール投げて。強く投げちゃいけないんだよジョージ。だから今のは私の勝ち。私の番ね。また私の勝ち。ペッパ、ジョージ、今日はいとこのクロエが遊びに来るわよ。やった、クロエが来る。ジョージ、クロエは私と同じで大きいの。だから
ちっちゃい子とは遊んでくれないかも。クロエは二人と一緒に遊んでくれるよ。クロエが来た。ペッパたちのおばさんアンティピックがクロエを送ってきました。クロエはペッパとジョージのいとこ、二人よりもちょっとお姉さんです。こんにちはクロエ。こんにちはペッパにジョージ。じゃあ後でな。何をして遊ぶ？鬼ごっこしようよ。ペッパは鬼ごっこが大好き。まだ鬼ごっこしてるの？ちっちゃい子の遊びだよ。ああ、鬼ごっこって言ったのはジョージがやりたがるからだよ。わかった、それならやりましょう。普通のルールでやる？それとも赤ちゃんルール？普通のルール。じゃあ行くよ。ペッパ、あなたが鬼ね。捕まえてごらん。ペッパが鬼です。クロエとジョージを追いかけないと。ほらこっちだよ。よし、ジョージならすぐに捕まるね。ちっちゃいもん。そんなのずるい。ジョージを助けてる。まだちっちゃいからよ。ペッパも助けようか？いい、助けててくれなくて。私もう大きいもん。それならペッパ捕まえてみてよ。ほらこっちだよ。こっちだよ。こんなのつまんない、違うことしようよ。いいよ、大きい子がやる面白い遊びがあるんだ。だるまさんが転んだっていうゲーム。だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ、やってみたい。それどうやるの？誰か一人が鬼になって他の子がこっそり近づくの。私やる、私が鬼ね。ペッパが鬼です。向こうを向いている間に二人が近づきます。振り返った時に動いたらスタート地点に逆戻りです。ジョージ今動いた、スタートに戻って。タッチ、私の勝ち。まだ準備してなかったのに。ルールではいつ動いてもいいの。そうよねジョージ。今度はクロエが鬼です。絶対に動いてはいけません。わあ、ペッパ今動いた、スタートに戻って。ずるいよ、ずっと見てるんだもん。ルールではどれだけ見ててもいいんだもん。スタートに戻って。ジョージの勝ちです。もっと違う遊びしよう。いいよ、でも大人っぽいのにしてね。わかった、私が一番好きな遊び大人っぽいよ。ジョージ、ペッパが好きな遊び知ってる？それは泥んこの水たまりで飛び跳ねること。ジョージ、水たまりで遊ぶなら長靴を履きなさい。クロエの分の長靴も持ってきたよ。大きい子は水たまりでは遊ばないのよ。そう、じゃあやめるよ。ジョージは泥んこの水たまりが大好き。大人っぽく見られたいペッパは遊びたいのを我慢しています。ドロンコの水たまりで遊んでるの？マミーとダディもドロンコの水たまりが大好きです。楽しそうだね。そうだよ、楽しいの。大きい子も水たまりで遊んでいいっていうルールがあったかも。そっか、いいルールだね。競争ね。待って。ペッパとクロエもドロンコの水たまりで遊ぶのが大好き。大きくなってもみんなドロンコの水たまりで遊ぶのが大好きです。パンケーキティータイム。マミーピッグから嬉しいサプライズです。今日はパンケーキを作るわね。パンケーキか、おいしいんだよな。パンケーキ大好き。みんなパンケーキが大好きです。パンケーキをひっくり返すのは得意なんだ、任せておいて。本当に大丈夫？この前はパンケーキを床に落としてイライラしてたけど。イライラなんかしてないよ、フライパンの調子が悪かったんだ。マミ、パンケーキ作るのお手伝いしてもいい？それじゃあ一緒に生地を作りましょう。まずボウルに小麦粉を入れるわね。次に卵、
牛乳を入れてよくかき混ぜるの。マミ、かき混ぜていい？ええ、いいわよ、ペッパ。ペッパはかき混ぜるのが大好き。ジョージもかき混ぜたいようです。ジョージ、こうやるのよ。はい、それぐらいでいいわよ。マミーがパンケーキを焼くから座って待っててね。マミーピッグがパンケーキをひっくり返します。すごい。もっと高く放り上げなきゃ。じゃあ自分の分を焼くときにやってみせて、ダディピッグ。1枚目はジョージの分。マミーピッグがパンケーキにシロップをかけます。おいしいね。これはペッパの分です。すごい。もうちょっと高く放り上げないと。だったら自分の分を焼くときにやってみせてちょうだい、ダディピッグ。シロップかけて。うん、おいしい。これはマミーピッグの分。すごい。まだまだ、もうちょっと高く放り上げなきゃ。次はダディピッグの分だから、どうやればいいのかやってみせてちょうだい。うん、とってもおいしい。みんなよく見てろよ。パンケーキをひっくり返すときは高く放り上げるのがコツだ。1、2の3、それ。ダディったら。ああ、ちょっと高すぎたみたいだね。あら、まあ大変、最後のパンケーキだったのに。取ればいいんだろ、取れば。おやおや、パンケーキに手が届きません。大丈夫よ、ダディピッグ、私たちが取ってあげる。さあ、2階に行きましょう。こっちよ。一体何をするつもりなのでしょう。じゃあいい？1、2の3でみんな一緒に飛び跳ねるわよ。1、2の3、ジャンプ。何をやってるんだろう。大成功。パンケーキが落ちてきました。ダディの顔になってるよ。ダディピッグ、シロップかける？ああ、頼むよ。1、2の3、それ。こりゃ美味しいね。大嵐。今日はとってもいいお天気。ペッパとジョージはお庭でピクニックです。はい、オレンジジュースよ、ダディ。なんて言うんだっけ。どうもありがとう、ペッパ。どういたしまして、テディ。はい、オレンジジュースよ、ミスターダイナソー。なんて言うんだっけ。ガウー。どういたしまして、ミスターダイナソー。テディとミスターダイナソーもクッキー食べる？お腹空いてないから、ペッパとジョージで全部食べていいよ。ありがとう、テディ。今のは何の音でしょう。ペッパー、ジョージ、急いでお家に入りなさい。マミ、今の大きな音は何？雷の音よ。この音がしたら嵐が来て、たくさん雨が降るの。早く、雨が降る前にお家に入って。焦らなくて大丈夫だよ、雨雲はまだまだ遠い。空はどんどん暗くなっていきます。嵐がやってくるのです。
ペッパー、ジョージ、お庭におもちゃを置いてこなかった？ダイナソー。よかった、ミスターダイナソーは大丈夫ね。テディ、テディをお庭に置いてきちゃった。雨で濡れちゃう。大丈夫だよ、ペッパー、ダディが助けに行ってくる。じゃあ急いで、ダディピッグ、今にも雨が降り出しそう。嵐のことならよくわかってるよ。まだしばらくは降らない。ほら、やっぱりまだ当分雨は降らない。テディかわいそう、びしょびしょになっちゃった。ほんとかわいそうね。乾かしてあげましょう。テディかわいそう。もう大丈夫、乾いたわよ。あ、くし、ダディはかわいそうじゃないのか。すっかりびしょ濡れだよ。あら、ごめんなさい、ダディピッグ、すぐ乾かしてあげる。はい、いいわよ、ダディピッグ、すっかり乾いたわ。お家の中にも雨が降ってる。床が濡れちゃうよ。大変、どうしましょう、ダディピッグ。心配ないよ。ダディピッグは床にバケツを置きました。さすがね、ダディピッグ。朝飯前だよ。なんだ。急いで、その下にも何か入れ物を置きましょう。えらいぞ、ペッパー。朝飯前だよ。マミ、今の雷すっごい音だった。二人とも怖がらなくても大丈夫だよ。光ってから音がするまで数を数えましょう。数がたくさんなほど雷が遠くへ行ってるってことだ。1、2、3。今のは3だ。1、2、3、4、5。今度は5だ。さっきより雷が遠くなった。嵐はもうおしまいね。やったー。嵐で庭には泥んこの水たまりができました。ペッパは泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。私、嵐って大好き。泥んこの水たまりができるんだもん。パシッ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 。車のお掃除。今日はみんなでドライブに出かけます。みんな、準備はいいかな。いいよ。ダディピッグ、準備 OK よ。でも車は違うみたい。降りて見てごらんなさい。こんなの大したことないよ。中の方がもっと汚い。へへへへ。ダディは困った汚し屋さん。ダディは困った汚し屋さん。このゴミを見て。新聞？ダディのだ。お菓子も。それは私の。ミスターダイナソー。ダイナソーガウ。ドライブの前に車をお掃除しなくちゃ。わかったよ、マミーピッグ。マミー、お掃除手伝ってもいい？もちろんよ。やったダディピッグは洗剤と水を入れたバケツを用意します。ダディピッグが車の屋根を、マミーピッグがボンネットを、ペッパがドアをきれいにします。ジョージは窓を掃除したいのですが、手が届きません。まあ、ジョージ、マミーが手伝うわ。おやおや、水たまりにスポンジを落としてしまいました。ジョージ、また車が泥んこになっちゃうよ。
泥んこ洗い流すね。ペッパ、その水は泥んこなんだよ。おやおや、ペッパは車に泥んこの水をかけてしまいました。ああ、大丈夫だよ、ホースを使って泥んこを洗い流そう。わいわい、私がホース持っていい？ペッパがホースを持って、ダディピックが水を出します。水が出ないよ。わあ、ペッパやめて。ごめんなさいマミ。あれ、あ、ダディピック、水を止めてちょうだい。うん、慌てなくて大丈夫。みんなびしょ濡れです。車は洗えたようだな。私たちまで一緒にね。車を磨いてるから乾かしておいで。じゃあ後でね。ああ、後でな。車は顔が映るほどピカピカになりました。面白い顔です。おっと、面白い顔が増えました。ペッパとジョージです。マミーピックも。すごいわ、車がピカピカね。だろ、ダディはこういうの得意なんだよ。乗って、マミーが運転するわ。みんな準備はいいかな？オッケー。それじゃあ出発。今日は車をきれいに使いましょうね。はい、マミーピック。はい、マミーピック。マミー、今度はマミーが車を汚しちゃったね。汚し屋さんだな。マミーは困った汚し屋さん。暑い夏の日、太陽が照りつけて今日は暑くなりました。よく晴れて暑いわね。ペッパとジョージは長靴を履いて泥んこの水たまりへ。泥んこの水たまり大好き。あれ？おやおや、日差しが強いので水たまりが乾いてしまいました。マミー、ダディ、水たまりが全部乾いちゃって飛び込めないの。大丈夫よペッパ、今日は暑いから代わりにビニールプールで遊べばいいわ。やった、ビニールプール。それじゃまずは水着に着替えないとね。はい、マミペッパとジョージが水着を着てきました。マミーピックも水着を着ています。そしてダディーピックも水着を着ています。日差しが強いから日焼け止めを塗りましょう。ベタベタして気持ち悪い。それくらい我慢しないと。そうよ、今日はみんな日焼け止めが必要ね。行こうジョージ。ビニールプールに空気を入れるぞ。ダディピックが空気を入れます。朝飯前だよ。ペッパがホースを構えると、マミーピックが蛇口をひねります。お水が出ないよ。ペッパとジョージはビニールプールが大好きです。アイスクリーム屋さんだ。アイスはいかが？
暑い時期、ミス・ラビットはアイスクリームを売っています。マミー、ダディ、アイスクリームを食べてもいい？そうね、今日はとっても暑いから食べてもいいわよ。やったダディの分も頼んだよ。みんなアイスクリームが大好き。こんにちは、マミーピックとペッパにジョージ。どうもミス・ラビット。どのアイスクリームにする？じゃあコーンに乗ってるのをください。はい、どうぞペッパ。ありがとう。じゃあ私とダディの分もコーンでお願いします。さてジョージ君はどれがいいのかな？ダイナソー。ダイナソー？ジョージったら。ジョージは何にでもダイナソーって言うんです。そう、ちょうどよかったわ。ダイナソーの形のアイスキャンディーがあるのよ。ダイナソーガウ。ジョージ溶けちゃうから早く食べなさいね。ダイナソー。ダイナソーのアイスキャンディーが気に入ったジョージは食べようとしません。ありがとうミス・ラビット。夏を楽しんで。ジョージ早く食べないとダイナソーのアイスキャンディーが溶けて落っこちちゃうわよ。おやおや、ダイナソーのアイスキャンディーが溶けて落ちてしまいました。泣かないでジョージ、ダディの分けてもらいなさい。きっといいよって言ってくれるわ。暑い中ダディピックは眠ってしまいました。ダディピック暑そうね。お水をかけて冷やしてあげようよ。それがいいわねペッパ。うわぁ、なんだなんだ。赤い顔して暑そうだったからお水をかけてあげたの。ああ、そうか、ありがとうペッパ。見て、水たまりができてる。行くよジョージ、長靴を履いてこよう。ペッパとジョージが長靴を履いてきました。二人が何よりも好きなのはやっぱり水たまりで飛び跳ねることです。お眠なプリンセス。お休みの時間です。ペッパとジョージはベッドに向かいます。二人ともおやすみなさい。マミー、ダディ。なに、ペッパ。私眠くないの。お話聞きたいな。でもジョージは眠そうだよ。また今度にしよう。ジョージ、お話聞きたいよね。うんって言って。わかったよ。お話をしてあげよう。でも一つだけだぞ。ダディピッグのお話が終わったらちゃんと眠ること。約束よ。約束する。それじゃあ今夜はお眠なプリンセスのお話をしよう。そのお話面白いの？なんだかつまんなそう。そんなことないさ、とっても楽しいぞ。ちっちゃいプリンセスが出てくるお話？ペッパ、聞いてばかりいるとお話が始められないわよ。ごめんなさいマミ。ダディ、そのお話にちっちゃいプリンセスは出てくる？ああ、小さなプリンセスが出てくるよ。お眠なプリンセス。昔々あるところに小さなプリンセスが住んでいるお城がありました。プリンセスはお眠なプリンセスと呼ばれていました。ダディ、なんでそう呼ばれてたの？それは後でわかるよ。お眠なプリンセスって可愛いの？ああ、とっても可愛らしくて鏡で自分の姿を見るのが好きなんだ。私ってほんとかわいい。お城には他に誰がいるの？あ、そうだな、お城に一緒に住んでいるのは小さなプリンスとクイーンマミーとキングダディ。その通り、みんなで一緒にお城に住んでるんだよ。キングダディのお腹は大きいの？そんなわけないだろう。キングはかっこいいんだ、ダディみたいに。それからお城のそばにはドラゴンもいる。ダイナソー。ダイナソーか。ああそうだった、ドラゴンじゃなくてダイナソーがいるんだ。お城の近くにとても大きくて怖いダイナソーが住んでいる。あらま、ダイナソーはそんなに怖くないんじゃないの、ダディピッグ。ごめんごめん、
そうだな、そのダイナソーはとっても優しいんだ。いつも美味しそうに草を食べてる。ダディピッグ。ああ、失礼。ダイナソーになりきってた。ダディ、なんでそのプリンセスはお眠なプリンセスなの？これから話すよ。一日が終わり、日が暮れて、月と星が輝き始めると、みんな眠くなってくる。中でも一番眠そうなのは、このお眠なプリンセスだ。ペッパ、眠くなったのか？眠くないよ。全然眠くないもん。ジョージはどうかしら？ジョージ、起きて。お話、最後まで聞かなくちゃ。ペッパは眠くないようだけど、お眠なプリンセスは眠かった。一日中鏡を見ていたから、すっかり疲れてしまったんだ。はあ。ベッドへ連れて行ってあげよう。おやすみ。お眠なプリンセスはとっても眠かったので、すぐにぐっすりと眠り込んでしまいました。素敵なお話ありがとう、キングダディ。どういたしまして、クイーンマミー。プリンスとプリンセスも楽しかったみたいね。マミーピッグが持っているのはペッパとジョージの写真。新しく撮った写真を壁に飾りましょう。ああ、任せて。ダディは DIY の名人なんだぞ。本当に頼んで大丈夫？もちろん。壁に釘を打って写真をかけるだけだろ。お願いね。グランマたちの家に行ってくるから、あとはよろしく。それと散らかさないでね。任せて。じゃあね。いってらっしゃい。タジ、私たちもお手伝いしていい？じゃあよく見てて、どうやるのか覚えるんだよ。まずはメジャーを取り出す。それと鉛筆。よし、ここに釘を打つとしよう。壁を壊さないでね。今度はハンマーと釘を取り出す。危ないからそこで名人の技を見ていなさい。ダディピックが壁に釘を打ち込みます。壁を壊さないでね。壊すわけないだろう。簡単簡単。おっと、ひびが入っちゃったぞ。壁に大きなひびが入ってしまいました。もうダディ、壁を壊しちゃったじゃない。これくらいわからないよ。写真を飾っちゃえば。ほらね。でもひびが見えてるよ、ダディ。そうだな、一旦釘を抜いてひびを直そう。散らかしちゃダメだよ、ダディ。大丈夫だよ、ペッパ。すぐ抜けるから。うわダディ、本当に壁を壊しちゃったじゃない。マミーに分かっちゃうよね。あ、きっと分かっちゃうだろうね。ジョージ、早く。何をしに行ったんだろう。ダディ、ここから見えるよ。マミーピッグが帰ってくる前に壁を直さないと。レンガを取って。まずはレンガで壁の穴を塞ぎます。よし。次にレンガをセメントで固めます。簡単簡単。そしてペンキを塗ります。
元通りだ。完成です。やったでもお家の中は散らかり放題。これはまずいぞ。もうすぐマミーが帰ってくるのに。まずはペッパとジョージをきれいにします。ペッパが掃除機をかけて、ダディピックは道具をお片付け。マミー、マミーが帰ってきました。マミー帰ってきちゃった。よし、何にもなかったふりをして。ただいま。おかえり何をしていたの？別に何も確かに何もしてなかったみたいね。写真を飾るんじゃなかったの？ダディピックは写真を飾るのをすっかり忘れていました。いいわ、マミーは名人じゃないけど、これくらいなら簡単。できた。確かに簡単そうだな。ダディがやった時は大変だったのにね。シッ、ペッパー、それは内緒だ。ビーチ。ペッパたちはビーチへやってきました。ペッパとジョージはビーチが大好きです。荷物がいっぱいね。帰るときに忘れないようにしないと。パラソルにビーチバッグ、タオル、バケツにシャベルに水玉のボール。そうね、じゃあまずは日焼け止めのクリームを塗りましょう。日差しが強いので遊ぶ前に日焼け止めを塗ります。ビーチでボールは使えるかな。大丈夫そうだ。二人はこのボールが大好き。ジョージ、ボール投げて、私がキャッチする。ジョージ、キャッチして。おやおや、小さいジョージにはキャッチできません。泣かなくていいよ。二人とも海に入りたいかい？うん、海に入りたい。じゃあ浮き袋をつけて。これでよし。その浮き袋かっこいいぞ、ジャージ。私も。よし。これで海に入れる。やったお水冷たい？あったかいよ、ほら。こらこら。ダディピックが先にやったのよ。水のかけっこはもうやめた。わーい。ダディ、私ビーチって大好き。ペッパとジョージはビーチが大好き。みんなビーチが大好きです。ペッパ、ジョージ、バケツとシャベルで遊ぶんでしょ？うん、遊びたい。ダディ、ダディ、お砂にダディを埋めてもいい？そうだな。お願い、ダディ。わかったよ。やったペッパとジョージがダディを埋めていきます。こらこらできた。もう逃げられないよ。頭が熱くなってきたな。帽子を取ってくれ。それなら取ってくださいって言って。ダディの帽子を取ってください。いいですよ、ダディこれでよし。なんだか眠たくなっちゃったな。ジョージ、砂のお城を作ろうよ。砂のお城を作り始めます。最初にバケツに砂を入れるの。こうやって。そしたらバケツをひっくり返してポンポン。バケツを上げるとゴールできた。砂のお城です。ほら、できた。砂のお城がもう一つ。
ペッパー、ジョージ、帰る時間よ。忘れ物しないようにね。忘れてるものがないかチェックして。タオル、ビーチバッグ、パラソル、水玉のボール、全部あるよ。何か忘れてる気がするんだけど。そうだわ、帽子を忘れてた。ダディ、ダディを忘れてた。本当、ダディを忘れてたわ。え、なんだ。ダディのこと忘れていくとこだったの。でもジョージが覚えてた。ジョージが覚えててくれてよかったよ。楽器を弾こう。マミーピックとダディピックはお片付けをしています。屋根裏部屋でこの古い箱を見つけたんだ。中に何が入ってたと思う？わかんない。いろいろな楽器が入ってたのよ。うわちょっと古いんだけどね。あちゅマミーが子供の頃に弾いてたバイオリンだわ。マミー、バイオリン弾いてみて。ずっと弾いてなかったからどうかしら。お願いマミー、弾いて弾いて。忘れてないといいけど。ブラボー。すごい。マミー、私にも弾かせて。こうやって持つのよ。はいマミおやおや、あまり綺麗な音ではありませんね。ジョージも弾きたいようです。こうやって持つんだよ、ジョージ。これではバイオリンがかわいそうです。バイオリン弾くのって難しいね。ペッパー、太鼓だったらうまくできるんじゃない？ありがとう、ダディ。これはいい感じです。ペッパーは太鼓が気に入りました。あら、うまいじゃない。ああ、リズムよく叩けてる。これはダディピックのアコーディオンね。マミーピックと初めて会った時これを弾いてたよね。ダディピック、よく覚えてるわ。ジョージもアコーディオンを弾きたいようです。本当に弾きたいの？アコーディオンは難しいんだぞ。ジョージ、アクローディオンって私の太鼓と同じくらい難しいんだよ。わかったよ、ジョージ。ジョージにはまだアコーディオンは無理のようです。ダディ、他にはどんな楽器が入ってるの？あとはホルンだ。やってみたい。力いっぱい吹いてごらん。綺麗な音が出ません。こんなの絶対無理だよ。昔はマミーも吹けたんだけど。やっぱり綺麗な音が出ません。ホルンはダディみたいに強くないと吹けないんだよ。ちっとも綺麗な音が出ません。ペッパの言う通りだ、このホルンを吹くのは無理だ。いいのよ、ダディピッグ、アコーディオンを弾いて。アコーディオンは上手だもの。自分で言うのもなんだけど、アコーディオンなら自信あるよ。マミーはバイオリンを弾くわね。じゃあ私は太鼓。マミーピックはバイオリン、ダディピックはアコーディオン、そしてペッパは太鼓。ジョージは何を弾くのでしょうか。ジョージがホルンを吹いています。ホルンはマミーも吹けなかったし、ダディも吹けなかったし、私も全然吹けなかったのに。
ジョージはホルンが上手ね。今日は学校のお祭りの日です。ペッパは楽しみにしていました。友達の猫のキャンディ、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカ、ポニーのペドロです。みんなこんにちは。こんにちは、ペッパ。学校の祭り大好き。私も。何が一番好き？ねえ、フェイスペイント。僕は風船。僕は後ろのトランポリンが一番好きだな。私は全部好き。それは賢い答えだな。じゃあまたね、ペッパ。あとでね。ジョージ、お前はどれが好きかな？ダイナソーが。あら、ジョージ、学校のお祭りにダイナソーはいないのよ。じゃあダイナソーの風船を探してみよう。まあ、ダディピーク、ダイナソーの風船なんてあるの？ああ、きっとあるよ。その前にジョージとフェイスペイントに行ってもいい？まあ、もちろん。ミス・ラビットがみんなの顔にトラを描いています。できたわよ、スージー。これでトラさんそっくり。ありがとう、ミス・ラビット。ねえ。うわ、スージー、そのお顔いいね。それって子猫ちゃん？違う、私はトラよ。ねえ。ペッパ、あなたもフェイスペイントしたい？お願いします。ゾウさんがいいな。困ったわね、ゾウさんは描けないの。トラなら描けるわよ。それじゃあトラさんがいい。はい、ペッパ、トラさんになったわよ。私はトラよ。ジョージ、あなたは何になりたい？ダイナソーか。ダイナソー？トラさんがいいんじゃない？トラなら上手よ。私はトラよ。僕だって。ミャオ。トラはワンワンって言わないよ。なんでわかるの？だってトラは大きな猫だもん。ミャオ。私も猫だからね。キャンディ、トラのこともっと教えてくれない？いいよ。トラってね、ゆっくり静かに歩くので、それからジャン、グー、ワン、ゴー。あとね、顔を舐めてきれいにするんだよ。それとトラって、ご機嫌だと喉が鳴るの。楽しんでる？あらま、みんなトラさんなのね。私がみんなにトラのことを教えてるの。ガオトラさんたち、次は何するの？ダイナソー。そうだな、ダイナソーの風船を探しに行こうか。みんなに買ってあげるわね。やったどうもマダムガゼル、みんなに風船をいただけます？いらっしゃい。いろいろあるけど、どれがいい？ゾウさんの風船をお願いします。はい、どうぞ。ペッパ、カンガルーのください。ライオンをお願いします。お猿さんがいいです。オウムをお願いします。はいはい、どれもありますよ。いよいよジョージの番だな。すみません、ダイナソーの風船はありますか？どうしましょう、ごめんなさい、ダイナソーの風船はないんですよ。ああ。大丈夫だよ、いい考えがある。細長い風船を2つください。みんなよく見てて。ダディピックは何をするのでしょうか？できた。これが何かわかるかな？もしかしてカンガルー？違うよ、これはダイナソー。その通り、ダイナソーだ。風船でダイナソーを作ったのです。ガオー、ダイナソー。次は後ろのトランポリンね。ペッパはトランポリンで飛び跳ねるのが大好き。みんなもトランポリンが大好きです。こんなに楽しいお祭りは初めて。
歯の妖精。ペッパとジョージが食べているのは二人の大好物スパゲッティです。大きな音だな。ごちそうさま。ああ、これで少し静かになるわね。なんだろう。それは歯だよ。どこから出てきたの？ペッパー、鏡を見てごらんなさい。ああ。私の歯だ。歯が取れちゃった。大丈夫よ、ペッパー。それは乳歯よ。抜けることになってるの。新しいのが生えてくる？ええ、生えてくるわよ。それにね、歯が抜けると歯の妖精さんが来るの。歯の妖精？ええ、そうよ。寝るときに抜けた歯を枕の下に置いておくと、歯の妖精さんが来て。その歯を持って行くの。代わりに綺麗なコインを置いていってくれるのよ。私大きくなったら歯の妖精になる。ジョージは大きくなったら何になるんだい？ダイナゾー。ダイナソーか。行こうジョージ、寝る時間だよ。歯の妖精さんが来ちゃう。ペッパとジョージはベッドに入る前に歯磨きをします。ペッパ、何してるんだい？歯をきれいにしてるの。歯の妖精さんが取りに来るから。ペッパは大急ぎでベッドへ。抜けた歯を枕の下に置いて歯の妖精を待ちます。じゃあね、おやすみなさい。おやすみマミ。おやすみダディ。ああ、二人ともおやすみ。ジョージ、私まだ寝ないよ。だからジョージも寝ないで一緒に歯の妖精さんを待とうよ。歯の妖精さん遅いね。はあ。歯の妖精はなかなか現れてくれません。妖精さんまだかな。何の音でしょう。歯の妖精でしょうか。ジョージ、何の音かな。ジョージったら。ジョージのいびきの音でした。疲れて眠ってしまったようです。ジョージは遅くまで起きていられないけど、私は頑張る。歯の妖精さんが来るまで寝ないんだから。絶対に寝ないの。歯の妖精がやってきました。でもペッパは夢の中。こんばんはペッパ。抜けた歯とコインを交換しましょうね。なんて綺麗な歯でしょう。ありがとうペッパ、おやすみなさい。ペッパ、ジョージ、起きて、もう朝よ。え？私寝てないよ。歯の妖精は来たかい？来ない。枕の下を見てごらん。まあ見てペッパ、歯の妖精さんがコインを置いていってくれたわよ。やったー。ゆうべは寝ちゃったみたいね。ちょっとだけ寝ちゃったかもね。でも次は絶対に寝ないんだから、それで歯の妖精さんに会うんだ。ボール取りゲーム。庭でボール遊びをするジョージ。ペッパも遊びたいようです。ジョージったらそうじゃないでしょ。
のよ。こうじゃなくて。これジョージの真似。ペッパがジョージをからかっています。ジョージ待って、戻ってきて。ペッパはふざけているつもりですが、これはやりすぎ。ペッパ、ジョージに意地悪しないの。違うよ、ボール遊び教えてあげてたの。本当に？それならゲームをしながら教えてあげるといいわ。ピギーインザミドルをしましょう。ペッパ、あなたはボールを持ってそっちに立って、ジョージ、あなたはそこにいてね。いい？じゃあ二人でボールを投げ合って、マミーがピギーになってそれを取ろうとするから。マミーはピギーインザミドル。行くよジョージ。ああ、取れなかった。ジョージがボールをキャッチ。すごい。その調子よ。じゃあボールを投げ返して。はい、もう一度。ああ、もう一度。ジョージはペッパにボールを渡すことができません。ほらジョージ、ボールをちょうだい。あら。ジョージったら。私もそれやろうと。ペッパもジョージの真似をしますが、体が引っかかってしまいました。ボールはいただき。ペッパ、今度はあなたがピギーよ。ジョージ、行くわよ。すごい。取った。ジョージ、あなたがピギーよ。ジョージ、行くよ。ボールを取るのよ。ほら、取って。ジョージ、取ってね。ボール取ってね、ジョージ。わーい。あら、まあ、ペッパ、ジョージにそんなことしちゃいけません。ごめんね、ジョージ。何の騒ぎだい？ダディ、ジョージはちっちゃいからピーリーができないの。大丈夫、ジョージにもできるよ。ちっちゃくて無理だよ、見てて。ジョージ取って。やったダディったらずるい。ずるくないさ、ダディとジョージはチームなんだ。マミー、私とチームになってくれる？もちろんいいわよ、ペッパ。ジョージ投げて。いくよジョージ。ペッパはボール遊びが大好き。ジョージもボール遊びが大好き。みんなボール遊びが大好きです。ダディのメガネ。ダディピックはメガネをかけています。目が良くないので、物がはっきり見えないのです。メガネをかけるとどんなものでもはっきりと見えます。でもメガネを外すとぼやけてしまいます。何もかもがぼんやりとしか見えません。ダディピックにとってメガネはとても大切なものです。
時々ダディピッグはメガネをなくします。ペッパー、ジョージ、ダディピッグのメガネを見なかった？見つからないんですって。見てないよ。ペッパもジョージもメガネがどこにあるか知りません。困ったわね。ダディピッグはメガネがないとよく見えないからイライラしちゃってるの。メガネがないのでダディピッグは新聞が読めません。いやはや参ったな。これじゃよく見えないや。誰がダディのメガネを持っていったんだ？最後に外したのはどこだったか覚えてる？外したメガネは必ずポケットにしまうんだよ。なのに入ってないんだ。ダディ、私たちが探すの手伝うよ。それがいいわ、ペッパ。メガネを見つけてあげればダディのイライラも収まるし。イライラなんかしてないぞ。ペッパとジョージがダディのメガネを探します。新聞の下を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。あれ？ジョージがテレビの上を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。なーい。きっと2階だよ、ダディたちのお部屋。マミーとダディのお部屋にやってきました。ジョージ、物を倒したりしないようにね。うわ。面白くないでしょ。枕の下を見てみますが、ダディピッグのメガネはありません。あれ？ジョージはスリッパの中を覗いてみますが、やっぱりメガネはありません。バスルームへ行ってみようよ。ペッパとジョージはバスルームへ。メガネはバスタブの中にも、なーい。トイレの中にもありません。あれ？見つからないね。ダディピッグのメガネを見つけることはできませんでした。お部屋中探したけど、どこにもメガネはなかったよ。困ったわね。どうしましょう。メガネなしで動けるようにするしかないな。ゆっくり歩けばぶつからないだろう。ここにあった。ダディのメガネ。ダディピッグ、あなたのお尻の下にあったのね。なんと。ダディったら。なんでこんなところに？ほんと不思議よね。ダディピッグったら人騒がせなんだから。とにかくイライラが収まってよかったわ。イライラなんかしてない。ペッパとジョージはかくれんぼをしています。ジョージが隠れる番です。ペッパが数を数え終わる前に隠れる場所を見つけないと。1、2、3、4、5、6、7。ジョージは隠れる場所を見つけました。10、隠れたかな。行くよ。ペッパはジョージを探します。見っけ。ジョージを見つけました。ジョージ、それじゃあすぐ見つかっちゃうよ。次はペッパが隠れる番。1、2、3。マミーが数えてあげるわ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いいわよ、ジョージ。目を開けて。
ジョージがペッパを探します。あれ？ペッパはテーブルの下にはいません。ジョージ、2階を探してみたらどうかな。ベッドの下にはいません。今のおかしな音は何でしょう。カーテンの後ろにもいません。またおかしな音がしました。一体何の音でしょう。ジョージがペッパを見つけました。見つかっちゃった。今度はダディが隠れる番。いや、もう一回ジョージが隠れる番だろ。でもジョージはちゃんと隠れないんだもん。今度はきっとうまく隠れるよ。目を閉じて数を数えて。1、2、3。おやおや、また簡単に見つかってしまいそうです。5、6、ジョージ、こっちへおいで。7、8、9、10。隠れたかな。いくよ。あれ、ジョージがテーブルの下にいない。だってジョージはいつもここに隠れるのに。じゃあ2階を探してみたらどうだい。どこにいるかわかった。ジョージはおもちゃのカゴの中ね。あれ、カゴの中にジョージはいません。どこにいるんでしょう。ジョージはどこにもいませんでした。ダディ、ジョージが見つからないの。それは困ったね。どこへ行っちゃったんだろう。もしかして、この新聞にジョージのことが書いてあるかも。わあ。ジョージ、見っけ。まあジョージ、いいところに隠れたわね。ジョージはダディピックの新聞の後ろに隠れていたのです。プレイグループ。ペッパとジョージはプレイグループへ向かっています。ジョージは今日が初めてです。ジョージ、プレイグループへ行くの楽しみだろ。ダディ、私のプレイグループにジョージはちっちゃすぎるんじゃない。大丈夫だよペッパ。ペッパもついてるし、ダイナソーも一緒だからね。ゴー、ダイナソー。私、おっきい子たちと遊びたいの。ジョージやダイナソーじゃなくて。おやおや、ペッパはジョージに来てもらいたくないようです。さあ、着いたぞ。ダディ、本当にジョージも一緒に行くの。大丈夫だよ。わかった、ジョージ行こう。じゃあね。みんなのお世話をしてくれるのはマダムガゼルです。おはよう。私の弟のジョージです。おはよう、ジョージ。ねえ、ねえ。ねえ、私もジョージみたいな弟が欲しいな。本当に？どうも、僕はダニードッグ。それってダイナソー？これおもちゃのダイナソーだよ。ガオー、ダイナソー。それ最高だね。ワンワン、ダイナソー、
ゴー！ あー！ ダイナソー、ゴー！ あら、怖いわね。ジョージ、最高だね。ジョージは私の弟。ほんと最高なの。ペッパは弟のジョージが自慢です。ではジョージにお絵かきの仕方を教えてあげましょう。ジョージはお絵かきが苦手なの。じゃあペッパが手伝ってあげてね。はい、私上手にできる。お花の描き方を教えてあげるわね。ジョージ、今日はお花の絵の描き方を教えてあげるね。じゃあ、大きな丸を描いて。違うよ、ジョージ。その色じゃないでしょ。その周りに花びらを描くの。ジョージ、形が違うでしょ。で、茎と葉っぱをつけるの。完璧。ジョージ、全然違うじゃない。何を描いたのかしら。私はお花を描いたの。上手に描けたわね、ペッパ。そしてジョージが描いたのはダイナソーね。ガオー、ダイナソー。最高だね。それじゃあこのジョージとペッパの絵を壁に飾りましょうね。イエーイ。ペッパ、あなたの弟はとっても絵が上手なのね。そうなんだ。パパやママ、おじいさんがみんなを迎えに来ました。またジョージを連れてきてもいい？ええ、また素敵な絵を描いてもらいましょうね。ジョージ、次はどんな絵を描いてくれるの？ダイナソー、ゴー！またダイナソーを描いてくれるのね。今度はみんなにダイナソーの絵の描き方を教えてね。それ最高！ほんと、最高だね。最高。私の誕生日パーティー。今日はペッパの誕生日です。まだとっても朝早いのですが。私の誕生日。起きて、私のお誕生日よ。お誕生日パーティーをするよ。ダディがマジックのショーをやるの。行こう、ジョージ。マミーとダディを起こさなきゃ。マミーとダディはまだぐっすり眠っています。私のお誕生日よ。押して。お、なんだ？今何時なの？とっくに朝よ。まだ朝の5時じゃないか。そう、もう今日が始まってるの。わかったわ。お誕生日を始めましょう。やったマミーとダディとジョージからペッパにお誕生日プレゼントです。ハッピーバースデー、ペッパー。うわ、なんだろう。お人形のドレスだ。ダディが着られない。どうもありがとう。どういたしまして。テディが女の子だったとはね。ダディったら、テディは女の子よ。とっても素敵なドレス、ありがとう。どういたしまして。汚しちゃダメだよ。この後何するか知ってる？知ってる。お友達が来てパーティーをするの。ダディがマジックショーをしてくれるの。みんなマジシャンがダディだとは気づかないよ。ダディはマジシャンのアメージングミステリオだ。アメージングミステオ。そうだ、アメージングミステリオ。ダディは1週間も前から練習をしてたのよ。お友達が来た。わーい。ペッパのお友達、猫のキャンディ、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカとポニーのペドロです。みんないらっしゃい。ハッピーバースデー、ペッパ。ねえ、ねえ、さあみんな、パーティーの始まりよ。わーい。ダディピックがマジックショーを始めます。
ペッパー、なんていうか覚えてる？皆さんご注目、こちらがマジシャン、アメージングミステリオだ。わかった、ダジ。皆さんご注目、マジックダジです。イエーイ。まずはこのマジックから。アブラカダブラ。うわ、テディだ。次のマジックは誰かにお手伝いしてもらいたいんだけど。私一人だけでいいんだ。お嬢さん、手を貸してもらえますかな。あなたのお名前は？ねえ、スージーシープです。ではスージー、ここに3つのボールがある。赤と青とそして黄色だ。わかった。この中の1つを選んでくれるかな。私は後ろを向いてるから。わかった。1つ選んだかい？選んだ。アブラカタアブラ、君が選んだのは黄色だ。違う。アブラカタアブラ青。違う。アブラカタアブラ赤。当たり。そう、赤よ。すごい。このマジックダメね。ダディ全部の色言ったでしょ。シッ、ペッパー、誰にも言うなよ。もっとマジックを見たいかな。見たい見たい。目を閉じて。見ちゃダメだぞ。魔法の呪文を唱えよう。アブラカダブラ。アブラカダブラ。では目を開けて。やった、バナナのバースデーケーキだ。キャンドルを吹き消して。イエーイ、ハッピーバースデーペッパー。みんなありがとう。今までで一番素敵なお誕生日。グランマピックとグランパピックはペッパとジョージのために宝探しの準備中です。グランマピックは宝の地図を描いています。グランパピックは庭に宝物を埋めています。グランパピック、終わりました。もうすぐペッパとジョージが来ちゃいますよ。そう焦らんでも平気だよ、グランマピック。ペッパたちがやってきました。グランパピック急いで、もう着きましたよ。おう、もう終わるよ。なんとか埋め終わったようです。グランマピック、こんにちは。グランマ。二人ともよく来たわね。グランパピック、グランマ。よう来たな、皆の衆。ペッパ、ジョージ、今日は宝探しをしましょう。庭のどこかに宝物が埋まっているんだよ。うわぁ、宝物？どこにあるの？それを自分で探すんだよ。これが宝のありかの地図よ。ジョージには海賊の帽子をあげよう。よ、いいぞ、キャプテンジョージ。この地図わかんない。ダディ、手伝って。任せなさい。地図を見るのは得意なんだ。あ、これは難しいな。ダディピッグ、それじゃダメよ。上と下が逆さま。そうだと思ったよ。なんだ、簡単。赤いバツ印のところに宝物があるのね。でもリンゴの木が2本ある場所はどこだろう。わかんない。ヒントが欲しい？欲しい欲しい。一つ目のヒントは瓶の中よ。さて、瓶はどこかしら。あそこにあるよ。一つ目のヒントを発見。瓶の中に入っています。ねえねえ、見て、瓶を見つけたよ。すごいぞ、ペッパー。どれどれ、なんだって？おお、これは海賊からのメッセージだ。マミー、海賊からのメッセージ読んで。ふん、この海賊の字読みにくいわね。いや、なかなか味のあるいい字じゃないか。なんて書いてあるのか読めないわ。いや、はっきり読めるだろ。矢印をたどれって。矢印をたどれ。
ジョージが2つ目のヒントを発見。小枝でできた矢印です。見て、あっちにもある。矢印をたどって進んでいきます。見て、ジョージ、鍵だよ。ペッパが次のヒントを見つけました。鍵です。やったわね、ペッパ。あとは宝箱を見つけ出して、その鍵で開けるだけよ。だけど、もうヒントがない。地図をもう一度よく見てごらんなさい。見て、ペッパ、リンゴの木が2本並んでるでしょ。これリンゴの木だ。これもリンゴの木。じゃあ、宝物はここだね。よし、掘ってみよう。おかしいな。掘っても何も出てこないぞ。ちょっと待った。この下に何かある。うわぁ、宝物だ。すごい。すごい。よく見つけたな。この鍵で開けるね。うわぁ、これはすごい。金のコインじゃないか。かなりたくさんあるぞ。いやー、ところがどっこい。これは金のコインじゃないんだよ。ほらな、中身はチョコレートだ。チョコレートのコインはみんなに一つずつよ。やったペッパとジョージはチョコレートのコインが大好き。グランマ、グランパ、宝探し、とっても楽しかった。秘密。マミーピッグがペッパに特別な箱をくれました。ペッパ、この箱はあなたのために作ったのよ。ありがとう、マミー。これは秘密のものを入れておく秘密の箱なの。それってどんなものを入れればいいの？それはあなたが決めるのよ。あなたの秘密の箱だもの。私、何を入れるか決めた。そう、でも言わないでね。うん、言わないよ。ジョージにも、ダディにも。だって、秘密なんだもん。ジョージ、これ秘密の箱なんだ。空っぽなの。だから、この中に入れるものを探さなくちゃ。ジョージは手伝う気満々です。ダメよ、ジョージ。何を入れるか私が決めるの。私が選んでる間、お外で待ってて。ペッパは秘密の箱に入れるものを選びます。秘密の箱がいっぱいになった。ジョージ、中を見ちゃダメだからね。ジョージは箱の中身が知りたくなりました。知りたいなら当ててみてもいいよ。ダイナソー。ペッパがダイナソーを入れたと思ったようです。もうジョージったら、なんでもダイナソーって言うんだから。でもダイナソーは大きすぎてここには入らないよ。ジョージには箱の中身がわかりません。ダディピックは絵のお掃除中。ダディ、これ私の秘密の箱よ。マミーが作ってくれたの。ああ、それはよかったね。何を入れたの？秘密だよ。ジョージが当てようとしたけど当てられなかったの。当ててみてもいい？いいよ。ふん、ダディのメガネじゃないよな。違うよ。メガネはダディがかけているじゃない。ああ、そうか。ダディったら、もっとちゃんと当てっこして。わかったよ。マミーの靴を入れたのかな。はずれ。2回間違えてから大割り。ペッパは秘密が大好き。マミー、誰も中身を当てられなかったよ。あれ、ジョージ、それ何？ジョージにも作ってあげたの。秘密のものを入れたのよ。中身はジョージしか知らないの。そう。ペッパはジョージの箱の中身が知りたくなりました。わかった。どうせ思ったのダイナソーでしょ。違う。箱の中身はダイナソーではありません。こんなの難しすぎる。わかるわけないよ。ペッパは秘密が好きではなくなったようです。ペッパ、あなたが箱の中を見せてあげれば
ジョージも見せてくれるんじゃない？わかった。一緒に見せ合うんならいいよ。それはいい考えだね。じゃあ、1、2の3で箱の蓋を開けるんだよ。いい？いいよ。1、2、3! ジョージは太鼓、ペッパはトランペットでした。まあ、素敵ね。いいね、なかなかうまいぞ。他にはもう秘密はない？ジョージの箱にはドーナツが。あれ？ペッパの箱は空っぽです。もう何にもない。大丈夫、あるわよ。さあどうぞ。ジョージもペッパもマミーもダディもドーナツが大好き。ダディには箱がないけど、このドーナツをしまうのにぴったりの場所があるんだ。どこだかわかる？ドーナツをしまうんでしょ？冷蔵庫？外れ！もっといいところだよ。お腹の中だ。おいしいよ。私もドーナツお腹にしまおっと。マミーも。たこ揚げ。今日はとってもいいお天気。ペッパたちは公園にやってきました。たこ揚げをしに来たのです。まずはジョージが挑戦します。ジョージは一生懸命走ります。でもタコは上がりません。ジョージ、そんなんじゃダメよ。もっと早く走らなきゃ。次は私の番。ペッパも一生懸命走ります。やっぱりタコは上がりません。タコは風がないと上がらないんだよ。早く走っても無理だ。そうなの？風が出てくるまで待つしかないわね。そう。見て、風が吹いてきた。この風ならタコが上がりそうです。風が強くなってきました。どんどん強くなっていきます。ジョージうわー、ペッパー、ありがとう、ダディダディピックがタコをあげます。わーいもっと高く。ダディピックはタコ揚げが上手です。すごい。だろ、ダディはこういうの得意なんだよ。ほら、木があるわよ。タコが引っかかったら大変。大丈夫さ、そんなヘマはしないや。おやおや、タコが木に引っかかってしまいました。参ったな。大丈夫よ、ジョージ。ダディがタコを取ってくれるわ。わーい。あー、そうだね。また、泥んこの水たまりだ。ペッパたちは泥んこの水たまりが大好き。取り込んでもいい？お願い。ダメよ、泥だらけになっちゃうでしょ。二人とも下がってて。気をつけてね、ダディピック。大丈夫、任せといて。落ちないでね。もうちょっとだよ、ダディ。ダディピック、重すぎるから枝が折れちゃう。平気だよ、ダディはそんなに重くないんだよ。ほら、やった。ダディピックがタコをつかみました。おやおや、みんな泥だらけ。
ただの泥んこだよ。ダディピッグに怪我はないようです。無事にタコも取り戻しました。やったマミー、もう泥んこの水たまりに飛び込んでいい？そうね、いいわよ。もう泥だらけだものね。お洗濯はダディがやってくれるでしょうし。ペッパとジョージは泥んこの水たまりが大好き。マミーとダディも泥んこの水たまりが大好き。みんな水たまりで飛び跳ねるのが大好きです。泥んこの水たまりで遊ぶのはたこ揚げと同じくらい楽しいものです。今日はお日様がキラキラ。ペッパたちはピクニックに出かけるようです。ダディピッグがバスケットを持ってきました。ブランケットにパンとチーズ、トマトにレモネード、他に何か忘れてないかな。マミーのストロベリーケーキわざと言わなかったんだ。マミーの手作りストロベリーケーキも入ってるよ。準備はいいかな。オッケー、じゃあ出発。よし、ここならピクニックにぴったりだ。わーい。あー、外は気持ちがいいな。運動のために少し走らないか。ランチを食べたらお昼寝したいの。走りに行くのはやめておくわ。ダディは走ってきた方がいいよ。お腹が大きいんだもん。そんなに大きくないよ。でも後で運動するよ。ダディ一人でもね。食べましょう。それがいいね、マミーピッグ。お腹がペコペコだ。うまいな。はあ、なんだか眠くなっちゃったよ。ダディピッグ、走りに行くんじゃなかったの？後でね。見て、お家にアヒルさんがいる。マミー、アヒルさんに餌をあげていい？ええ、残ったパンをあげるといいわ。ペッパとジョージはアヒルにパンをあげるのが大好き。マミー、アヒルさんがもっと欲しいって。パンはもう残ってないの。もうたくさんあげたでしょ。ごめんね、アヒルさん。もうパンはおしまい。アヒルはまだ食べたいようです。ダディピッグは運動しそうにないわね。なんだ。おねだりに来たの？もうパンはないわ。ペッパが言ったでしょ。マミー、でもストロベリーケーキがあるよ。それじゃあ、もしケーキが余ったらアヒルさんにあげましょう。みんなマミーピッグのストロベリーケーキが大好きです。あ、ハチよ。ハチって大嫌い。シッシ、大げさだな、マミーピッグは。ちっちゃいハチじゃないか。ハチって、じっとして、マミーピッグ。そうすれば飛んでいく。ほら、言った通りだろ。じっとしてればいいんだよ。なんだ、あっち行け。来るな。ああ、助けて。ああ、来るなって。ついてくるなよ。ダディ、ハチに刺されないといいけど。あっち行けって、しつこいハチめ。大丈夫、あれだけ速く走ればハチは追いつけないわよ。ハチが戻ってくる前にケーキ食べちゃおうよ。どうしよう、アヒルさんの分がなくなっちゃった。もうついてこないだろ。あら、まあ、あなたさっき後で走るって言ってたけど、本当に走るとは思わなかったわ。よかったよ、これでようやくストロベリーケーキを食べられる。待って、ダディ、残りをアヒルさんにあげる約束なの。ああ、よかったね。
ね。ダディにありがとうって言ってね。どういたしまして。そろそろ帰るわよ。アヒルさんにバイバイは。バイバイアヒルさん。じゃあまた来るね。新しい靴。ペッパとジョージは庭で遊んでいました。ペッパ、靴はどうしたんだい？あれ？なくなっちゃった。大丈夫、きっと見つかるわよ。お庭にあるんじゃない？探してみましょう。はい。みんなでペッパの靴を探します。マミーピッグは花壇の中を探しますが、ペッパの靴はありません。ないわ。ダディピッグは手押し車の中を探しますが、ペッパの靴はありません。ないな。ペッパとジョージは植木鉢の中を探しますが、やっぱり靴はありません。ない。庭中を探したけど、ペッパの靴はどこにもないようだね。ペッパの靴が消えてしまいました。どうしよう、靴がなくなっちゃった。困ったわね。でもあの靴は古くなっていたから、新しいのを買いましょう。お買い靴にしてもいい？マミー。もちろんいいわよ。ジョージ、新しい靴を買ってくれるって。マミーピッグとペッパはミスラビットのお店に来ました。どうもミスラビット。あら、いらっしゃい。今日はペッパの新しい靴を買いに来たの。赤い靴。素敵な靴を選んであげるわね、ペッパ。赤いのがいい。お願い。そうよね、赤い靴。うわぁ、赤い靴。ジョージとダディピックがゲームをしています。おお、やるな、ジョージ。ダディダディ。見て、新しい靴、赤いの。本当だ、赤い靴だね。マミ、この靴気に入った？ペッパ、とってもよく似合ってるわよ。ジョージ、この靴気に入った？みんな新しい靴が気に入りました。私この靴大好き。もう何があっても脱がないんだ。お風呂の時間です。ペッパはお風呂の中でも新しい靴を履いています。パジャマに着替えてもまだ新しい靴を履いています。ペッパはベッドの中でも靴を脱ごうとしません。ペッパ、本当に靴を履いたまま寝るつもり？私この靴絶対に脱ぎたくないの。わかったわ、二人ともおやすみなさい。おやすみマミン。おやすみダディ。ああ、おやすみペッパにジョージ。一晩中雨が降ったので庭はびっしょり濡れています。長靴を履いたマミーピッグとダディピッグが出てきました。ジョージも長靴を履いています。ペッパはまだ新しい靴を履いています。ジョージは濡れた草むらに飛び込みます。おやおや、ペッパも濡れた草むらで遊びたいけれど靴を汚したくありません。ダメだよ、私は一緒に遊べないよ、ジョージ。ジョージは泥んこの水たまりが大好き。ペッパも泥んこの水たまりは大好き。でも靴を汚したくありません。マミーもダディもみんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好きです。ペッパはどこへ行くのでしょう。ペッパが長靴を履いています。わーい、水たまりで遊ぶなら長靴を履かないとね。
はみんなでお出かけです。ペッパ、ジョージ、今日はみんなで風のお城に行くぞ。風のお城って何？高い丘の上にあるお城だよ。ジョージはお城が大好き。風のお城って女の子には楽しくなさそう。いや、きっと気に入るよ。お城のてっぺんからは遠くまで見渡せる。グランパたちのお家も見えるぞ。うわ、早く行こう。ダディが地図を見て、マミーが運転する。大丈夫、ダディピーク。あなたいつも道に迷うし、イライラするでしょ。迷ったりしないし、イライラしたりもしないよ。では、風のお城に出発。ねえ、まだ着かないの？まだまだだ。ゲームでもしようか。うん、やりたい。じゃあ、アイスパイゲームがいい。よし、ダディから行くね。ダディピックが何かを見てヒントを出し、みんなはそれが何かを当てます。ダディが見っけ、それは赤い色をしています。赤？私の服、これ赤だよ。違う、ペッパの服じゃないよ。うん、車だ。大当たり、赤い車だ。次は私、行くよ。ペッパが見っけ、それは青いものです。うん、ジョージの青いシャツ。違う。それは車の中にあるもの？違う、降参。降参だ。お空、青いお空だよ。私の勝ち。ダディピッグ、今どこかわかる？もちろんわかってるよ。わかってはいるけど、この道路、なんだか地図と違ってるみたいで。やだ、ダディピッグ、迷ったのね。迷ってはいないよ。じゃあここからどうやって風のお城に行くの？ちょっと待ってよ。そうだわ、グランパたちに電話しましょう。グランパたちに電話なんかしなくても大丈夫。夜までかかっても絶対にたどり着く。夜になったら困るのよ。もしもし、こちらグランパピッグです。グランパピッグ、風のお城へ行こうとして迷ってるんです。ダディピッグに地図を任せたんだら。ダディピッグが地図を見てます。それで今イライラしてて。イライラなんかしてない。風のお城への行き方だがな、お城が見えてくるまで大通りをそのまま進めばいいんだよ。ありがとう、グランパピッグ。お城が見えてくるまで大通りを進むわよ。だと思ったよ。見て、あれがお城？そうだよ、あれが風のお城だ。さあ、登るわよ。赤い車さん、頑張って。やった、ペッパたちが風のお城に着きました。うわ、とっても高いね。中へ入ろう、てっぺんからの眺めは最高だぞ。わあ、素敵な眺めね。マミー、あれがグランパたちのお家？そうよ。すごく遠いんだね。よし、望遠鏡を覗いてみよう。一番に見てもいい？いいけど、ジョージにも見せてあげるんだぞ。わあ。望遠鏡だと近くに見えます。グランマとグランパが見えるよ。見て、ジョージ。グランマ、グランパ。ジョージがグランパたちに手を振っています。ジョージったら。グランパたちは遠くにいるの、見えるわけないよ。そうだ、電話してみましょう。もしもし、グランパピーク、今風のお城からそちらを見てるんです。手を振って。グランマとグランパが手を振ってる。風のお城大好き。ペッパとジョージとダディとマミーが朝ごはんを食べています。外はとってもいいお天気。ペッパとジョージは早くお庭で遊びたくてたまりません。マミー、お外に遊びに行ってもいい？朝ごはんを食べ終わったら遊びに行ってもいいわよ。
ジョージ、そんなに急いで飲んじゃダメだよ。急いでジュースを飲んだジョージ、突然しゃっくりが出て止まらなくなりました。マミー、遊びに行ってもいい？ジョージのしゃっくりが止まったらね。しゃっくりならもう止まってるよ。そうでしょ、ジョージ。まあいいわ、遊びに行ってもいいけど、ジョージをよく見ててね。ペッパとジョージは庭で遊ぶのが大好き。ジョージ、私がボールを投げるからちゃんとキャッチしてね。ジョージ、しゃっくり止めてよ。ジョージ。じゃあ、今度はジョージが投げて、私がキャッチするね。ジョージ。おやおや、しゃっくりのせいでボール遊びができません。ジョージ、しゃっくり止めてあげようか。私を真似してね。頭をなでながらお腹をさするの。オッケー、これでしゃっくりが止まるわ。ペッパのやり方ではしゃっくりは止まらないようです。ジョージ、そんなやり方じゃダメだよ。私もっといい止め方知ってる。いい？最初に3回ジャンプするの。片足でね。そしたら腕をバタバタしながら思いっきりベロを出すの。今度は目を閉じて急いでぐるぐる回るの。3回ね。このやり方でもジョージのしゃっくりは止まりませんでした。わかった。しゃっくりを止めたいときはその子をびっくりさせればいいのよ。ジョージ、びっくりさせてあげるね。でも覚えておいて、これはしゃっくりを止めるための遊びだからね。わかった？これは本気じゃないんだからね。ペッパ、ジョージを怖がらせちゃダメでしょう。まだ小さいのよ。ごめんなさい。私、ジョージのしゃっくりを止めたかったの。ジョージのしゃっくりが止まりました。ダディピッグがジュースを持ってきてくれました。ジョージ、そんなに急いで飲むとまたしゃっくりが出るわよ。私はジョージよりお姉ちゃんだから、急いで飲んだって大丈夫だもんね。お留守番。マミーピックとダディピックがお出かけするので、グランマたちがお世話をしに来てくれました。グランマピック、グランパピック、グランマ、グランパ、二人ともこんばんは。おお、来たぞ。ペッパ、ジョージ、ほらベッドに入りなさい。おやすみ、ペッパにジョージ。おやすみなさい、よく寝てね。おやすみなさい、マミー。おやすみなさい、ダディ。なんて可愛らしいんでしょう。いい？すぐに眠るのよ。はい、マミー。本当にいい子たちだこと。マミーピックとダディピックが出かけて行きました。
ペッパとジョージは本当にいい子たちね。マミピッグに言われた通りすぐすやすや寝てくれて。今夜の留守番は楽そうだ。ジョージ、ジョージ、ねえ起きてる？一体何の音でしょう。ちょっと様子を見に行った方が良さそうだな。ペッパー、ジョージ、起きてるの？あらま、驚いた。もう寝てたのね。そうか。それならさっきの音はペッパとジョージじゃなかったようだな。何の音もしないわね。今度こそ本当に眠ったんじゃないのか。さあテレビでも見るとしよう。ガーデニングアワー、今日はバラについて特集します。おお、私の好きなガーデニング番組だ。このキフツゲートは特にトゲの多いバラです。剪定するときはまず花首をカットしてから伸びてきた新しい枝を切り落とします。グランマピック、ペッパ、ジョージ、もう寝てなきゃいけない時間でしょ。ジョージも私も眠くないの。一緒にテレビ見てもいい？そうね、少しテレビを見ていたら眠くなるかもしれないわね。やったアイスランディックローズは目利きの園芸家たちに好まれる通好みのバラですが、温暖な気候ではしおれてしまいます。このテレビ全然面白くない。グランパピック、ねえねえあれやって。私を放り投げてキャッチするの。ああ、いいぞ。だが一回ずつだけだぞ。そうね。いや、ずいぶんと重くなったもんだ。いや、次はジョージの番だ。そうね。次は私。それ。うん、もっと高く。グランパピッグ疲れちゃったみたいよ。わかった。じゃあグランマピッグ鬼ごっこしよう。あはい、鬼捕まえてごらん。捕まえないよ。ほんら捕まえちゃうわよ。マミーピックとダディーピックが帰ってきました。二人ともちゃんと寝てるかしら。ただいま。誰もいないのかい？子供たちもよく寝てるけど、グランパたちもぐっすりだ。バレエのレッスン。今日は初めてのバレエのレッスン。教えてくれるのはマダムガゼルです。あなたがペッパピッグね。私が先生のマダムガゼルよ。こんにちは、マダム。まあ、可愛らしいこと。今日が初めてのバレエのレッスンね。みんなと一緒に楽しみましょう。後で迎えに来るわね。バイバイ。楽しんでね。ペッパの友達、猫のキャンディ、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカ、ポニーのペドロです。皆さん、今日から新しい仲間が増えますよ。ペッパピッグです。さあペッパ、みんなのところへ行って。みんなよろしくね。よろしくペッパ。始めますよ。では最初はドゥミプリエからね。ドゥミプリエよ。次はちょっと飛びます。プティジュテよ。優雅に美しく飛ぶのよ。
プティ・ジュテ、優雅に美しく。プティ・ジュテよ、優雅に美しく飛びましょう。バレエのレッスンはとっても楽しいようです。では両手を上げて、美しい白鳥になった気持ちでね。皆さん、白鳥ってどんな音を出すと思う？ねえ、にゃお、ねえ、まあ、ねえ、ねえ、優雅に美しく。ペッパは踊るのが大好き。みんな踊るのが大好きです。マミー、マミー、白鳥になって踊ったんだよ。ペッパはとっても上手でしたよ。そう、私優雅に美しく踊ったの。それは素敵ね。どんな風に踊ったか見せてあげる。お家に帰ってからね。マミーだけじゃなくて、ダディピッグとジョージにも見せてあげて。バイバイ。ペッパとマミーが帰ってきました。ダディ、ジョージ、私がみんなにバレエを教えてあげる。難しいんだろ。私はすぐにできたよ。でもダディやジョージやマミーにはすっごく難しいと思う。まず音楽をかきます。よろしい。それじゃジョージ、ダディ、マミー、みんな私の真似してね。マダムガゼルは変なこと言ってたけど、いい？ただこうやって膝を曲げてからジャンプするの。ああ、それはプティジュテだ。ダディ、なんでその言葉知ってるの？マミーとダディはバレエが得意だったんだ。ダディピッグ、気をつけて。一番好きだったのはパドドゥだ。それ！前はこうはならなかったのに。ダディピッグったら。バレエはペッパに任せた方が良さそうだな。そうだよ、私が一番上手だもん。私は美しい白鳥よ。博物館。ペッパたちは博物館にやってきました。ダディ、博物館って何？とっても古くて面白いものがたくさん並んでる場所だよ。ダディより古いの？ああ、ダディより古いものばかりだ。じゃあすっごく古いね。昔のキングとクイーンが使っていたものが見られるお部屋もあるのよ。キングとクイーンのお部屋見たい。他の部屋では本物のダイナソーも見られるぞ。わー、ダイナソーか。あら、マミピック。どうもミスラビット、チケットは何枚いるかしら？大人2枚に子供2枚。ダイナソーゴー。それとダイナソー1枚。ペッパは昔のキングとクイーンのものが見たいようです。うわー、ダイナソー。でもジョージが見たいのは本物のダイナソー。泣かないでジョージ、すぐにダイナソーを見られるわよ。ペッパ、ここにあるのはみんな昔のクイーンが使っていたものよ。これはクイーンの特別な椅子、玉座って呼ばれているのよ。とっても綺麗だね。これはクイーンのドレス、すっごく素敵だね。ほら見てペッパ、これはクイーンの黄金の王冠よ。キラキラしてる。マミ、クイーンのテレビはどこにあるの？昔テレビはなかったのよ。テレビなかったの？
でもコンピューターはあったんでしょ？ないわよ。昔はコンピューターもなかったの。じゃあみんなは何をしてたの？マミー、もし私がクイーンだったら好きなだけケーキを食べられるんだよね。ペッパは想像してみました。美味しかった。他に何かいりますか、クイーンペッパ？そうね、ケーキのおかわりを。はい、ただいま。さあ、ほら行くぞ。ちょっと待って。ダディ、私はクイーンよ。お辞儀をしてからお話ししてね。おお、これは失礼いたしました、クイーン。何をしてる人？あなたのダディです。ふん。それ面白そうね。はい、とっても面白いですよ。で、この部屋は何？ここはなんとダイナソーの部屋だよ。ダイナソーの部屋？ジョージ、ダイナソーの部屋だって。ダイナソー。ダイナソーはどこにいるの？この部屋のどこかにいるよ。見えないみたい。すっごくちっちゃいのかな。それがね、ペッパ、ものすごく大きいんだ。うわ、すごいだろう。これは本物のダイナソーの骨なんだよ。ダイナソーガー。ジョージはダイナソーになった自分を想像しました。ガーガーキャー。ダイナソーが来る。助けて助けて。ガーこのダイナソーのお部屋はジョージの一番のお気に入りね。私のお気に入りはキングとクイーンのお部屋だよ。どうやらダディピッグもお気に入りのお部屋を見つけたみたいよ。それってどんなお部屋なの？ケーキが食べられるお部屋よ。ダディピッグのお気に入りは館内にあるカフェです。ほら座って。本当だね、とっても素敵なお部屋。